どんどん亭。どんどん亭。今日最近僕、内定をもらいました。今日はもうプレミアムいっちゃおうか。そうだね、プレミアムしかないな、ここは。始まりました。はい、ということでですね、今日は、はいはい、私いろいろ、まあ、焼肉をね YouTube で食べたりとか、まあ、普段も好きやから、ね、結構食べるんだけど、ね、今日はりょうくん、ここ知ってますか？どんどん亭。どんどん亭、このね、どんどん亭の焼肉を今日は食べようかなと思いまして、はいはいはい、まあ、なんでどんどん亭かというと、はいはい、まあね、まあ、ここ私たちが生まれる前からあるそのすごい長い歴史を持った焼肉店なんですね。はいはいはい、あ、じゃあ、岡山では結構老舗っていうことなんですか？そう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 。で、昔からこうファミリーの人、こうファミリー層とかに向けたこう焼肉で屋としてこうすごい昔からあるお店なんだけど、最近この11月の20日にリニューアルオープンしたということで、この中島店をちょっと今日私気になるスポットとして行こうかなと思っていましたね。焼肉私好きやから。いや、もうカラちゃんと言ったらもうグルメ系が本当強いんで。私なんかね、すごい YouTube でね、焼肉の動画見ましたって言われるよ。あ、なんか他にも結構食べたんやけどなみたいな。なるほどなるほど。まあでも今日はね、この中島店をのどんどん亭をね、今日は撮っていきたいと思います。あー、なんかすごい綺麗な、めっちゃ綺麗ですね。やっぱリニューアルしたということで、まだ1週間も経った、はい、1週間経ったぐらいか、1週間経ったぐらいなので、まだこうお花もまだあるしね。そうですね。で、営業時間はこうなってるんですね。朝の11時から夜の22時30分、ラストオーダーが21時45分なので、まだ、まあ、全然いけるね。よし、食べよう。まだちょっとおめでとう、おめでとう、りょうくん。
うん、なんで今日はもうプレミアムいっちゃおうか。そうだね、プレミアムしかないな、ここは。じゃあプレミアムコースをドリンクバーとされますか。じゃあドリンクバーもお願いします。はい、じゃあ何行きましょうか。何やろな、変わりますね。とりあえずコースおすすめさ、はいはい、行きましょう。じゃあもう病気があるからうまくいって2個行きます。いいね、いいね、どんどん軽いいいね、ロケットのもタンもいいね、いいね、行ってやろう。これ注文で食べてる。注文、注文。オッケー。やったー。めっちゃ取れちゃう。今日めちゃめちゃお腹。いやいや、そう。今日ロンドン店食べるために、もう胃袋を拡張してきたけど。卵でも出てきた卵。焼肉専用ご飯。何、どういう意味？何それ。焼肉専用ご飯やろ。もう、それ2個いきました。あとなんかサラダとかサラダ欲しい。新登場に行きましょう。もう一個はサラダか。ちょいさん、行きましょう。行きましょう。上原家のさっき今って言われたのかな。これ初めて違うし。焼くことがありますよ。サラダとか。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。めちゃめちゃ美味しいですね。めっちゃ美味しそうですね。梅梅丹めちゃくちゃね。あ、これさ、ちょっと初めて見る感じなんで。確かに。なお、あとなんかそれも結構壮大な大きさの大きいですね。本当に。じゃあ熟成感あるね。ありますね。ちょっとでもこれなんかさっきもらった1本。あ、これめっちゃいいな。なんか黒でいい感じ。いいですね。なんか生地がめっちゃいい感じで、首とかもね。あ、確かにかけやすいかもしれない。これ。これから。
めっちゃ種類あるコーヒーの。ココアもある。めっちゃココア少ないな。相手の。あ、混ぜてます。でもこれこれ、でもココアコーラとピーチジュースとかさ、はいはいはい、ピーチコーラとかできるようになってるよ。メロンソーダと。リアルゴートはねえな。え、うまいな。ちょっと待ってほしい。これまんまらしい。これまず最高なやつ、絶対美味しいよ、絶対美味しいよ。いろいろあれ失敗ありましたが、いい感じにできたんで、ソフトクリームとストロベリーという感じになりました。ちょっと作ったやつ、ミルクが濃厚すぎて、北海道牛乳だったっけ。北海道ミルク、うん、めっちゃ美味しい。
ココアにアイスを突っ込んでました。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。はい、今日はねちょっとナレーションをやめまして直接言おうかなと思います。こちらなんですけど、このどんどん亭さんなんですけど、創業が44年ということ でこちらの中島店ですかね、もうね僕もねよく行ってたんですよね、もうちっちゃい時、もう小学校とか幼稚園生の時、私たちが生まれる前から。そうですね、うん、でここね、このお店38年ぶりにリニューアルしたということなんです。だから初めて僕、うん、初めて入ってけど本当になんだろうな、おしゃれな感じというか、焼肉屋とは思えないほどの、なんかちょっとカフェな感じ。そう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 、若者ね。でなんかね、やっぱりお肉のグレード、うん、でどこのお肉を使ってるとか、そのトレーサビリティの徹底と、なんかその職人さんによる店内での手作業により夜切り分け、だから美味しいお肉を切り分けしてるってことで、黒毛和牛、鹿児島から、ね、うん、そうだから黒毛和牛が一番コスパよく食べれる、岡山一かな、ちょっとそこも分かんないけど、それぐらい安い値段で黒毛和牛をいっぱい食べれるっていうことで、女性に嬉しい人気のポイントがあって、この中島店はね、この先ほど食べてもらったこの北海道産のねソフトクリームバーがここ限定、ここでしか食べれないっていう。そうなんだ、うん、これめっちゃ美味しかった。え、これめっちゃ美味しかったよな、うん、そう、なんかそういうことで、あ、そうなんだ。だからその換気対策とかもね、これも見ただけでもさっき分かったよね、匂いがシャンプーだ、今だ、いや本当に甘いですね、ということですね。本当にこのどんどん亭さんね、関係者ありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、というわけで美味しかった、ごちそうさまでした。したね、まあね、しっかりまだ時間ね、はい、アイスクリーム食べて、まだまだ食べます。はい、あんまり迷惑かけないように、あとはご自由にお願いします。はい、じゃあそれでは失礼します。これは次のあれがあるから、これとかなんか手パッとみんなに合わせたらバーッと裏のなんか、秘密の部屋とか、そうなんかいろんななんかあれ面白いこと、ね、でもなんか和な感じだね。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。